道路に乗る前に立ち寄ったコーヒーショップ。男性が女性店員のお尻を見ていたと妻が突然怒りましたのだという。店員さんのお尻を見た。お尻を見た、見ていないのだって高速道路に置き去りにされてしまった男性。財布や携帯は車の中、困り果て非常電話で助けを求めたという。通報を受けた警察の方針。とんでもない現場を目撃する。